い、こんにちは。日本改革党靴沢です。美智子様、水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。NHK、外人と呼ばないで、外国にルーツの子供たちへのいじめ。とある女性のですね、被害妄想を報道したみたいなんですけれども、これに対してですね、外人と呼ぶことは差別と NHK が宣伝開始。同は慰安婦、徴用工、アイヌ、LGBT、若年被害女性、ホス狂い、透析外国人など、これらに共通するのは、ありもしない弱者を作り出し、たがるスキームです。とツイートしたところ、2万いいね、いただきまして、整形ワロスさん、まとめニュース、さんに取り上げて、いただきました。ありがとうございます。私のツイートへの反応。外人は差別。プロ野球助っ人外人、ダメなんか。外車は文句言われないのに。ただの難癖言いがかりだわね。道民も内地の人って言うじゃん。差別がなければ作り出すのが彼らの常套手段。それにマスコミが乗り大騒ぎ。外国人生活保護の正当化と外国人参政権付与に持っていく計画。異国人ならええのか、何に傷ついてるのか全然わからん。ありもしない弱者を作り上げ。まさにそれと。一人の日米ハーフ女性の人から外れると書く外人って呼ばないでーっていうのを NHK が調理したみたいなんですけれども、外人の外はですね、内外の外であって、外れるっていう意味じゃないで、人外なら人から外れるになるが、ちゃんとその場合は人外って順序を変えて区別してるでしょうが、何癖つけてんじゃねえって話なんですけど、NHK のやってることはまあですね、思いやりの強制、あ、かわいそうな人いるのねなんつって、なんですけど、私と違ってですね、善良な方は、天下の NHK の影響を受けちゃうよな、これな。みんないい人でありたい欲求あるしね。ちなみにですね、いい人ぶりたい欲求は、衣食住と性欲の次ぐらい強い欲求であります。これはですね、法律も警察もない時代、石器時代ね、具体的には。自分の社会から排除されない戦略として、脳がそういう風に出来上がった。原初の欲求、法がない社会で人に生まれたら命取り、山に行った時に石で頭ボーなんつって、その頃なんか科学操作なんてないでしょ。命取りですもんね。外人がダメなら外車も外資も外務省もダメなんじゃねえの、国内外って言葉もどうなのってのあるよね。パヨどもはですね、他国人とか非正規日本人と呼びましょうとか、珍妙なことを言い出すかもしれないですね。まあ、NHK が言葉狩りしてるって話です。外人って言うな、みたいな。じゃあ外国人って言えばいいの？他国人って言えばいいの？異国人って言えばいいの？そういえば異人さんに連れられて、なんて、いう歌ありましたけど、異人でいいのが異人で。異国人っていうことで。岸田総理、自民党信頼回復のため、捨て身の覚悟で岸田派。宏池会解体を検討開始。何でも派閥事務所を撤去し、派閥としての活動。まあ派閥の会合を持ったり、派閥で集まったり、派閥で話し合いしたり、っていうのをやめようがって言ってるらしいです。他派閥は反発。これに反発。世論です。そして後でまた組む。自分から派閥抜けたのに、そんな権限あんの？解散しても名前変えて群れそうだ。名目上は勉強会で、どうせ代わりのグループとか研究会とかできるでしょ。人が集まれば派閥やグループできるのは自然なことだろう。派閥を消してでも政治資金規正法改正はしたくない。いっそ派閥ごと独立して新党名乗ったろ。これいいなぁ。派閥事務所なくしたぐらいで派閥解体とはならないような気もすんですよね。自分ってこの会計責任者立件されたんで何かやんなきゃって焦ってんでしょうけれども、10人ぐらい集まればですね、10人ぐらいでも、中には2、3人でグループ作って仲良しグループできんだから解体しても時間とともに群れるんじゃないの。
清和会単独で野党第一党のあの立憲より議員多いんだから清和党って言って独立したらいいじゃん。そんなに群れたいんだったら、そんなに考えが合うんだったら、野党が論外なのが日本の政治の悲劇なんだしね、自民党がいくらひどくても、野党がそれよりひどいからどうにもなんねえっていう、選べないっていうのが日本の悲劇ですよね。読売報道、政府プロバイダー責任制限法を改正する方針。これはあのプロバイダー責任制限法っていうのは何でもかんでもあの悪口書き込まれて、載せとくプロバイダーが悪いっていうふうにならないようにですね、いやいや嗅いだ方が悪いんですよみたいな、そういうようなあのあれなんですけれども、ネット上の誹謗中傷やデマなどを迅速削除すること、削除基準を公表することなどをプロバイダーに義務付ける方針だとございます。一方でですね、どのあたりからアウトになるのか、判断基準はどうすんの、指摘や注意までも誹謗中傷扱いされたらおかしなことになるという線引きを明確にしてほしいという意見もあったそうでございます。世論です。検閲メガネああラサールのせいでよ、出回る石井さんのことですか。増税メガネは政府ですか。うちの社長は断るごとに言及言及言うから言及メガネって呼ばれてる。いやーいいやん、どんどん厳しくやって、厳しくしてやって。岸田文雄に批判と誹謗中傷の違いが理解できるとは到底思えん。まあ安倍総理は寛容すぎたよな。ひどいのはさっさと訴えた方がいいと、河野一族は中京の犬って個人ブログに書いたら河野太郎に訴えられて脅されてる私が来ましたよと、現役大臣が週刊誌とかあの報道とかじゃなくて個人ブログを訴えるという前代未聞ね。多分史上初なのに、どっこも報道しないっていうのが河野一族中京の犬という事実を保管していると思いませんか、うふふって感じなんですけどね。なんか中国に使者置きたい報道機関は誓わせられるそうですね。中国共産党に都合悪いことは報道しないで、はいって言うこと聞いたとこだけ支部置けんだって中国に。で産経新聞はやだよって断ったから支部置けてないらしいですけれども、ですから報道は全部中国共産党の都合悪いことは報道しない中共の犬であります。でこの河野が私を訴えたっていうのも中国共産党にとって都合悪いでしょうね。だからテレビ新聞一切報道しないんでしょうね。結局は河野一族中共の犬も保管してんじゃねえか、報道しないという事実がって私は思うんですけど、基準公表ってあるけどこういうのの基準って読んでもわかんないんですよ。爪の規約もね、広告つかない、あるいは削除対象としてですね、捉える人によってはデリケートな議論であるとか、物議を醸しそうな意見であるとか、意見が分かれている事象なんていう、ふわっとしたことを書いてあって、よーくわかんないっていうのが本音であります。まあ、規約、これはダメ、あれはダメが、増える一方で減ることはないから、まあ世間のホワイト化は止まらない、やむえないかもしれませんね。このプロバイダー責任制限法、もっと厳しくなるのはね。笑ってはいけないの、ケツバットなんかもですね、子供が真似するっつって放送できなくなってるみたいだしね。私はこれひょっとしたら、ユニバース25かじゃないかと。楽園実験。靴沢楽園実験で検索してみてください。そちらに詳しく動画載せてます。楽園を実現するために世の中からですね、どんどん汚いものや不快なものを取り除いていってる作業なんじゃないか。この前だと誹謗中傷、悪口なんかを取り除いていく作業。ユニバース25か、楽園か、政府マイナンバーカードに全口座紐付け、義務付けを検討開始。外国から金もらってる工作員や脱税やマネロンしてる悪者は阿鼻叫喚ですね。改正作業は世論の動向を見極めながら慎重に進めていくってあるんで、賛成だすぐやれって騒ぎますか。世論です。脱税が減ってサラリーマンには朗報。これで議員の裏金も作りにくくなる。タンス預金が流行る。
反対している人は脱税している人でしょう。これ2年前の記事でした。うっかりうっかり。2年経っても実現できてないってことは反対の声がでかいんでしょうかね。確かに脱税やマネロンしてる連中は死活問題だもんね。必死で絶叫しますよね。あとは裏金議員もね、自民党内の反発が強くて実現できてないんじゃないかと勘ぐってしまいますね。脱税やマネロンや裏金なんかの汚いもの排除は決して止まらない。世界の楽園かホワイトか、でまあいずれ実現するんでしょうね。もちと共産党が弱ったら実現するのかな。新委員長の田村智子さん58歳、結構キレるタイプで怒鳴ったりもするんだって。怒鳴る内容もわけわかんないこと怒鳴ってんだって。お前何言ってんだレベルで、党首討論の中で集大さらして、共産党ももっともっと弱っといいっすね。今日のその他のニュース、去年の訪日客の散財状況続報、日本に金を落としてってくれる続報、一般観光客1人当たりの旅行支出の平均は 21.8 万円、渋谷なんかに4人とかの親子ファミリーの旅行してますけど、4人で来たらまあ80万ぐらい使っちゃいますね。1位スペイン人 34.2 万円1人当たり使ってってくれる。2位オーストラリア人 34.1 万円使ってってくれる。3位イタリア人 33.6 万円使ってってくれる。近隣3カ国の状況はですね、人民32万円、台湾人 18.8 万人、韓国人 10.7 万人、スペイン人家族4人で来たら140万の散財ですね。ありがたいありがたい。人民が意外と多いのはですね、帰国後に売るものを仕入れに来てからと推測します。売店で買える風邪薬だのサロンパスが大人気で、日本の新薬と呼ばれてるとか呼ばれてないとか、今日もディズニーシーの新製品売り場に中国人が殺到して大騒ぎになってたわけです。これ自分が欲しいんじゃなくて、帰国してから売るために、必死こいて殺到してんだろうなーって。韓国人が異常に少ないのは、滞在日数が少ないからじゃないかなーって。スペインから日本に行くと15時間ぐらいかかるんだって。なもんで皆さん10日とか2週間とか結構長めにいるんですよ。そうすると10日いたら34万円、1日3万4千円、まあ、使うわな。韓国人が異常に少ないのは滞在日数少ないからかな。1日あたりじゃなくて旅行1回あたりの数字ですんで、多分欧州から来る人ら、なんせ10時間以上かかる、15時間ぐらいかかる、から2泊3日とかでは帰りませんよ。一泊とか、それに引き換え韓国人は一泊とか2泊3日とかが主流なんでしょう。近いから。まあ3日いるとして、そんで10万だったら 3.3 万円。まあスペイン人とそんなに使う額は変わんないんだけど、何せ日数が少ねえっていうことなんじゃないのかな。私は推測いたします。ファミマ、プラスプーンやプラフォーク、ストローまでも有料化。首都圏の一部店舗で実験開始と、環境保護の名のもとにどんどんケチくさいめんどくさい世の中になっちゃいますね。人民軍がオーストラリア軍艦に探知ソナーを浴びせ、作業員一人が負傷。耳かなんかやっちゃったんですかね。在庫中国大使、我々はやってない、自衛隊がやった、首相アルバニージー首相、嘘つくんじゃねえよこの、なんでそんなすぐバレる荒唐無稽な嘘を大使とあろうものがつくのかな。日本人には永久に理解できないメンタルなんで、仲良くすんのは無理ですよね。無理ですよね。というわけで河野太郎の第1回の裁判がですね、今宙に浮いております。日数日時を決める話し合いが持たれるところであります。決まり次第皆さんお知らせしますんで、まあ興味のある方は後半、まあ秘密裁判じゃない後半になりますんで、刑事じゃないけどね、公開裁判になりますんで、まあ興味のある方はいらしてもらっても、1回目ぐらいは私も行こうかな、思っております。デトックスジャパン。